どうもこんにちは、ドラジローことドラと申します。恐怖に耐えろゼルダの伝説実況プレイパート7やっていきます。ですね、次どこ？ハイラル城ですかね。じゃあハイラル城までカッツ。前回パート6かな、タイトル間違えてましたね。600とかやってまだ改良してないけど。あとは何かな。正直普通のムービーメーカーのタイムランが見やすかったかなと思うんですけどね。それはどうなんだろうな。多分人によるんでしょうね。ムービーメーカーがいいか、ライブムービーメーカーがいいか。一回ムービーメーカーはね、HD 画質で保存できなかったんですね、自分のパソコンでは。で、ライブムービーメーカーだったら勝手に HD してくれちゃってて、やったねって気持ちです。イベントなんで黙ります。あ、難しい。アマレコの保存場所をデスクトップにしたままやった。前回のパート6がテスト撮影だったんで、とりあえずデスクトップに保存してたんですけど、もう普通サブのハードディスクに移していいかな、保存先を。人の体に近い水、ポカリスエット。でもう一回ですね。あ、またまあ効かねえのに。次はまあ森の神殿はどこやったっけ。キリカ、あ違う、キリカじゃない、キリカは違うゲーム。こっちコキリの森っす。ちょっと画面でかくしようかな、プレイ画面の方。見にくかったんで。あ、そうや、セーブしたな。ムジラのパート9で終わったそもそもの原因はセーブしなかったというね、そういうことなんで。セーブせずにそのまま電源切っちゃったっていうね。あれ本当に悔しかったね。セーブせずに電源切るとかありえんですわ。
音楽どうする？かける？いい、いい、あ、どうする？あ、どうしよう。いいや、もう。あ、じゃあね。どこにしようか。目標決めないといけない。じゃあね。妖精の弓を取るところまで、音楽、どうぞ。俺としたことが、何年ゼルダをやってるんだい、時のオカリナを。一回録画止めて、また再開します。やっとフックショットがもうすでにあります。それと取っちゃいました。取っちゃった。もう気合入れすぎてやってしまって、すいませんね。あとアマレコの設定で、アクションゲームっていうのかな、今までロールプレイングでやってたんですけど、アクションゲームと、あとなんだっけ、あのフィルターありにしました。あと自分の声を低くしてゲームの音を上げました。ちょっとね、さっき撮ったやつを見てみたら、音が、声でかかったんで、声をちっちゃくしました。ファントムガノンは、ほんと、ギリで勝ちましたね。ハート1個で勝ちました。ハート満パンでいったんですけど、ハート1個で殺しました。最後、終的に。まあ苦戦しましたね。妖精も使ったし。じゃあいけるかわかんないけど、2回だけ挑戦します。え、挑戦するって言ったけど、まあいいか。それと画面の比率を4対3に変更しました。うん、今まで16でやってたけど、16対9か9でやってたけど、ちょっとね、それじゃあちょっといけないって書いてやったんで、4対3に変更しました。うん、もうね、今回でもう終わらせようと思います。このシリーズはもう1時間になろうと2時間になろうと、もう急ピッチで進んでいきます。今度は、最近は少し鈍感に反応するようにしたんで、それでもなんか逆に訪れしてるように聞こえるんで、もう反応してるか。あ、反応してる。あ、ちょっと一回止めます。ちょっと自分の声と録画のゲームの音をちょっと確かめるんで。自分の声を4倍にしました。さっきは2倍でした。少し声がちっちゃかったのかな。はい、押します。押した。勝手に逃げとけ。で、低めにやっていくんで、あー、あと縞模様っていうのかな、リンクの動きに合わせた縞模様の線が消えてました。よかったよかった。あ、ちょっと待ってね、ちょっと確認する。本当に消えてんのかな。いいの、動画収録の2番。いや待って、1番か見よう。
何の確認しよったか忘れた。まあ忘れっぽいからね。閉じるボタンとかコメント見ててなんかパターンが決まってるもん。コメント書く人のパターンが。あぶちで、友達とこの間メールしてたんですけど、その友達もニコ動コメント口調でなんか返してきて、なんかね、やばい、これはね、ちょっとね、やばいね、さすがにこれはね、ノー編集は無理だね。これはちょっと上がって。それじゃあちょっとさっきのところまで録画止めてまたやります。録画取れてるか確認しました。はい、ここも確実に、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 うおー、確実に、うおー、確実に、よっしゃー、いけたなぜか知らんけど、あそこで5回も死んじゃっ、捕まったから、ね、結果6回目で成功した。もう、もうああいうことは起きないでほしいね、今回は。回転ギルうまくかわせばできるはずなんですけど、何せせっかちなんで一回止めます。行くか。ね、これやって、開ける。はい、もうガムいかん、鼻くそでした。妖精をよこせ。で、もう一回セーブしてリセット。あ、もう一回止めます。やばいね、ちょっといいとも見てたら録画のこと忘れてた。今隣でいいとも見てるんですよ。まあ、ゲストの方がこのコーナー見るの初めて。やばい、なんで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 、わい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 、まだまだまだ、やったー。微妙に苦戦しちゃった。あなたは見破れる？この私服を着ていたマル秘ゲストは誰？うん、えいし、こうでいいか。あ、ほんとすんませんね、すんません。殺すたびに出ます。
弾き飛ばせんだろ。無防備になれ。ああ死んだ死んだ。はい、つうことで時のオカリナ、今作で終了かな。あ、このパートで終了ということでさせていただきます。分割したかしないかはその時に決めます。あ、ちょっと、で、まあ他の実況作も出してるのでよければそちらの方も見てくれたらなと思います。今までというかパートも少ないですけどダイジェストでやっちゃいましたけど本当に ご苦労様でした。適当で申し訳ございません。トワイライトプリンセスの再開をします。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。